はい、どうもカードショップ山本屋の山本です。いつも動画を見ていただきありがとうございます。毎日6時と18時に MTG 関連の動画をアップしています。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録、あと高評価、グッドボタンよろしくお願いします。はい、本日紹介するデッキはこちらです。ダラクハントということで、ちょっと久しぶりだったんですけども、このダラクですね、沼の数だけ相手にダメージを与えて、その分ライフを回復するというね、まあ、黒の凶悪なカードなんですけど、まあ、これを感電の反復でコピーしてね、ぶち込んでいくと。まあ、要するに土地が10枚並んでれば感電の反復で堕落で10点、10点、20点、しかもこっち20点回復みたいなね、まあ、そういうデッキになります。はい、まあ、あとは除去と半デスで、そこまでどうやって粘るかみたいなね、まあ、そんな感じですね。さあ、それでは早速やっていきます。はい、プレイ。7枚でキープします。さあ、ターン終了。まあ一発ぐらいは殴らせてもいいか。厳しいな。していく、なかなかしんどいんだけど、トークン多すぎて直霊が当たらん。厳しい。人間だからな、どうやって倒そうか。うん、こうやって地道に倒していくしかないよな。直霊が役に立たないや。に合わせてやるか。なんか装備とかしてくれたらタイミング的には面白いんですけど。もうちょっと土地引いてほしいかな。さあ、まあ装備とかはしてこない。さあ、寄生性掌握、なんかホローを持ってるような気がするんですよね。その場合シオルの直霊がちょっと当たりにくいんで、結構微妙かもしれんけど、ホローを出されて22とか出されたら結構目も当てられる。お、倒せましたね。ホローじゃなくてセラの模範が出てきた。それは厄介だな。厄介だけど
墓地もうないしな。6点届かんな。そっとしよう。というかまだ墓まらないからコピーできんし。まあ、なんだろう、土地がなくて困ってる感じですか。あ、また来た、大脇の聖域。国別とか引いてほしいですよね。それは仕方ない。でも仕方ないって言えるほどライフがないんだよ、ね、厳しいな。ここで6マナ、6点か。終了しようか。24までは行くわけだ。次8点が来る。さあ、堕落を2発打ち込みます。さあ、ライフが8になる。次の堕落でも9点飛ばせるかな。普通の土地来れば一気に跳ね上がりますけど、なかなか圧がしんどい。さあ、ブラック。はい、対戦ありがとうございました。さあ、7枚でキープ。え、土地を引かんパターンかな。さあ、切り崩し。お、引いてきた。まあ、引いてもまだなんかいろいろ厳しいな。あー、はい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 。ダメやん。全然ダメだね。まあ殴られてもいいんですけど。
拒否。殴らせます。おお、夜か。厳しい。ルーカどうやって倒そう。ルーカ倒せない。また出てきて。ルーカを倒せない。どうやって倒す？あ、しまった、間違えた。引かせちゃった。どうしようかな。きつすぎん。影のね、いや、シオルありがたいね。さあ、土地出してターン終了。超試合か。やばいやばい。まあ、このターンをなんとか全力で耐える。多元長突破やばいね。やりきられる。こっちないんじゃん。クレーチャーもプレーンゾーカーもいないからね。セオルドレッド。さあ、カード引け、カード引け。なんとしてもここを耐えるぞ。リーチャー出してこい。よしよしよし。カード引きます。さっき何でもいいし。さあ、これでターン終了。まあ、大体はなんか対応できそうですね。もうでもこれ無視して本体取りに行った方がいいかもしれんな。ん？速攻つくっけこれ。うわ、速攻つくか。やばい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 。うますぎやろ。さあ、堕落。本当は本体に行きたかったけど、今のはさすがにきつすぎる。いや、いいの引きましたね。さあ、脅迫。やばいね。わけがわからん。
ターン終了。ミッサ出してこい。メタリカ。なかなか厳しいね。パワーカードが多すぎる。めっちゃ厳しいやろこれ。もうこれニッサの奥義で終わりなんじゃないかな。お、もしかして普通に殴っていただけます？たらワンチャン出てきたぞ。土地を引け土地を。ん？完成。あ、これはもう完全に向こうのプレミですね。助かりました。勝ちましたね。さあ反転の反復。堕落。大逆転。はい、対戦ありがとうございました。さあ対戦相手が先行で7枚でキープ。掘り下げるものか。ミレックス。毒かめんどくさいな。さあ切り崩し。強引にいかんとダメだな。
木に盛られたね。まあでもとりあえず毒7になったけど、もう一瞬だったな。ここから頑張るしかないね。ライフはなんだかんだまだあるから。わ、タミオの負担がちょっとめんどくさいみたいな。そうか、でもタミオの保管引いたけど使えないっていう状況か。あ、ライフあるからな。まあ一回スルーでもいいか。毒の方が怖いね今は。ターン終了。さあ、OK。さあ、感電の反復。そして影の予言。さあ、ライフがなくなってきた。摂取。ライフがなさすぎてつらい。あー、トンズラか。厄介だね。4になったぞ。ライフなさすぎ問題きついんだが。X がまたきついわな。多分土地引かれたらもう負けなんじゃないかな。どうしようもなくなるぞ。おお、助かった。とりあえずこれでなんとか1回はしのげるけど。摂取。せめてライフが欲しい。こっちの方がはるかに不利だった気もするが。はい、対戦ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。堕落ハントということで、まあ久しぶりにね引っ張り出してきたんですけども、まあ少しね調整はしたんですけど、まあ助教をちょっと1枚増やしたのかな。まあそれぐらいの調整だったんですけど、うん、まあ何だろう、一発逆転があるコンボデッキはまあまあ楽しいなと。ただやっぱりね、絶望将来がなくなったダメージは計り知れない。うん、本当に勝率としてはねガクッと落ちたね。なんか本当もうコンボデッキ好きな人用のなんかファンデッキみたいな感じのね、カジュアルデッキみたいな感じになっちゃってますね。
はい、まあちょっと調整続けるのは厳しいかな、今のところは。まあ新しいカード入ってまた分からんけど。はい、まあそんな感じでね、コンボデッキ好きな方はぜひ遊んでみてください。さあ、それでは今回ここまでです。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。